寝起きで飴を舐める男山田。喉がすごいイガイガするんだ朝。それ喉用な。いや、喉用よりもこうなんか甘い方が喉にいい気がして。いやだからそういうことじゃなくて、喉用に舐めてるんでしょ。あ、そうです。最近ね、うちの山田さんね、ちょっとあんま会話ができなくなって、めっちゃキャンペーンとかでインタビューとかめっちゃ受けるんですけど、言ってる意味が分かんないんですよね、質問の意味が。やばいなと思って。それってどうなんだろうね。ダメでしょうね。吉田山田は仙台にいた。日々のインストアイベント、そして1年10ヶ月ぶりに出すニューアルバムのプロモーションのため、アルバムタイトルはズバリ吉田山田。一番最初オリオンという曲から始まって、後悔という曲で終わるんですけど、なぜこの曲を最初と最後にしたかっていうと、オープニングを飾るオリオン。そしてアルバムラストの後悔。今まで聴いたことない新しい曲で始まって、聴いたことない曲で幕を閉じるっていうところに、今の吉田山田をすごく感じてほしいっていう思いがあって、吉山のその思いはオリオンのレコーディング一つとっても伝わってくる。はは、はい。こちらもやっぱいいですか。うん、あの言わんとしてることは、このオリオン、実は最初流星少女というタイトルで、歌詞も発表されたものとは全く違った。疾走感これぐらいなんかあっていいなって思います。っていうのがあってもいいのかなっていう、今の雰囲気の中でレコーディングが進む中、ほとんどの歌詞を変え、もう一度歌い直し、タイトルもオリオンに変えた。結構第6巻で作ったっていう印象が強いんですよ、今回のアルバムは特に。山田が作ってくる曲は僕からしたらファンタジーなんですけど、きっと山田にとってはリアルなんですよね、その世界が。アルバム2曲目に収められたカシスオレンジは、山田が揺れている自分を再確認した曲。夢と現実の間ですね。でも揺れてるって言っても、わーって悩んでるんじゃないんですよ。心地よく揺れてるっていう感じですかね。その間をこう行き来しながら歌ってるって感じですかね。その他にも吉山の自信作が並ぶ。私はナンシー。高速道路を走っている時に思いつき、パーキングエリアの片隅で吉田が作った僕らのためのストーリー。その僕らが今歌いたい、もしラブソングを歌うとしたら、やっぱり君がいてすごく幸せですっていうことよりも、辛いことも絶対あるぜって、現実は絶対目の前で待ってるよっていう、それでも日々を重ねていく、ストーリーを重ねていくことにすごく人間として意味があるんじゃないかっていうことが今歌いたいんですよね。泣かせた日、家を出ていった日、抱き合えた日、背を向けて眠った日、希望を持たせた日、それを恨んだ日、溢れる涙。
晴らしい歌。またお母さんに会いに来るから。はい、どうもありがとうございます。寒い中ありがとうございます。おばあちゃん嬉しそう。